春作とは、地方競馬の荒尾競馬場に所属していた元騎手である。熊本県熊本市出身。地方競馬共用センター騎手家庭第73期生。2001年3月31日付で、地方競馬騎手免許を取得。同年4月7日、荒尾競馬、第2競争、中央3号でレース初騎乗。同年5月14日、荒尾競馬、 第2競争にて中央参考に帰場し、通算22戦目で、初勝利を挙げる。2006年10月31日、荒尾競馬第8競争の第27回九州、ジュニアグランプリで藤山ロマンに帰場し、逃げ切り、重賞初制覇となる。2007年1月、地方競馬通算100勝達成。10月6日から8日にかけて、 森岡競馬場で行われた M&K ジョッキーズカップに出場し、8日に行われた第3戦で優勝した。2008年8月9日、小倉競馬第11競争のフェニックス賞でエンジェル・アリスに起場し、中央競馬初起場。同年9月10日、荒尾競馬第10競争の第12回霧島賞で7番人気のテンエムジカッドに起場し、2番人気。 TM ミゴテカと同着優勝した。同年11月16日、荒尾競馬第6競争のガインバレー、荒尾トータリゼータ杯をスーパーナイナーで優勝し、地方競馬通算200勝達成。2010年8月7日、荒尾競馬第6競争をサンデールックで優勝し、地方競馬通算300勝達成。 2012年3月30日機種免許を更新せずそのまま引退となった。地方通算成績は3744365勝2着417回3着466回。中央競馬3戦0勝。ABCDE 村島俊作 JK 地方通算200勝達成。九州ジュニア GP。 富山ロマンが逃げ切りダッシュ NETKEIBA.com ハット AB 村島騎手が通算300勝を達成。荒尾競馬ウェブサイト岩手 VS 九州の騎手交流戦出場騎手が決定ダッシュ NETKEIBA.com。Net M&K ジョッキーズカップに西村 JK、村島 JK が出場。荒尾競馬小祝い巡量バターハイ M& ケージョッキーズカップ B に、荒尾競馬切りしましょう。テーマ2等が、同着ダッシュ NETKEIBA.com、ハットレースハイライト第12回切りしましょう。この年は2度行われたため。ありがとうございます。